紅白歌合戦ゲスト審査員羽生結弦さん、松本潤さんなど10人。大晦日に放送される NHK 紅白歌合戦に出演するゲスト審査員に、今年スポーツや芸能などの分野で活躍した10人が選ばれました。ゲスト審査員に決まったのは、子役時代から数多くのテレビ番組や映画などで活躍している俳優の芦田愛菜さん。日本のテレビ史を代表する一人で、紅白歌合戦の司会も務めたことのある黒柳徹子さん。メイクアップアーティストと僧侶の両方で世界的に活躍している西村宏堂さん。フィギュアスケートでオリンピック2連覇を達成し、今年プロスケーターに転向した羽生結弦さん。大河ドラマ、鎌倉殿の13人で北条時政を演じた歌舞伎俳優の坂東彌十郎さん。連続テレビ小説、舞い上がれのヒロインを演じている俳優の福原遥さん。来年の大河ドラマ、どうする家康で徳川家康を演じる俳優で歌手の松本潤さん。史上最年少での三冠王に輝いたプロ野球選手の村上宗隆さん。ワールドカップカタール大会でサッカー日本代表の監督を務めた森保一さん。世界的なバレリーナとして人気を集め、現在は舞踊芸術監督として活躍している吉田都さんの10人です。第73回 NHK 紅白歌合戦は、ラブ&ピースみんなでシェアをテーマに NHK ホールで開催され、大晦日の午後7時20分から総合テレビと BS4K、BS8K、それにラジオ第1で放送されます。また NHK プラスでも配信されます。紅白歌合戦出場歌手一覧。